元金プリヒラの仕弟、リクーの YouTube 動画に声だけ出演滝沢秀明新会社、とべ、合流目前に起こったティアラの論争。7月2日、元 V6 の三宅健が再始動した。YouTube の生配信で、滝沢秀明さんが3月に立ち上げた新会社、とべに合流することを発表しました。 今年5月2日にジャニーズ事務所を退除してからその動向が注目されていましたが、SNS も再開し、ファンクラブも開設されました。NHK のインタビューにも応じており、アイドルを貫くことを宣言しています。スポーツ上記者。7月7日の夜7時から、再び、飛べ、の生配信が行われる。元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺雄太も合流。 この日に、元キングプリンスへの平野紫陽さんと神宮寺ゆ太たさんの合流も発表されます。三宅さんの発表の際は、ツイッターや配信のサムネイルなどで合流を匂わせていました。滝沢さんは TikTok への生配信で、本当に見たいファンに届くように匂わせではありません察してくださいと発言しており、当日までに何かヒントが出されるかもしれませんね。 テレビ局関係者。いよいよ新たな一歩を踏み出す平野と神宮寺。そんな二人に先駆けて新しい活動を始めたのが平野の弟であるリクー、こと平野リク。リクーさんは幼い頃から潮さんと一緒にダンスを習っていました。現在はアーティストとしてライブをしたり、アパレルブランドを立ち上げて T シャツやアクセサリーなどの販売をしたり、精力的に活動しています。 音楽業界関係者、イカ道。7月1日から新たに始めたのが、YouTube チャンネルだ。ファンからも要望が多かったようでミツルを辞して解説したそうです。動画は、画面外にいるズメという男性からの質問にリクーさんが答える形で進行。これから YouTube でやりたいことなどを話しています。このズメという男性の声が、 キンプリのファン通称ティアラの間でとある論争を巻き起こしていて、キンプリのファン通称ティアラの間でとある論争。一部のティアラがツイッターでしおくんの声にしか聞こえないと投稿し、話題になっているんです。確かに、兄弟だから YouTube を手伝う可能性はゼロではないと思いますし、言われてみれば少しハスキーな声が似ている気もするのですが、ファンの女性。 ティアラの中でも意見が割れているようだ。間違いなく、進行役紫輝くんじゃん。ズメさんという名前もしようくんが考えそうという声がある一方で、いくらなんでも無理がある。変な奥足立てて紫王くんに迷惑かけるつもりとの反対意見も。 間もなく紫陽くんの飛べ、合流が発表されると思うので、それに伴って種らかしがあるかもしれないですし、ただのスタッフの男性かもしれないですし、いずれにせよ、それだけファンが潮くんを待ちわびているということなのでしょうね。前でファンの女性。匂わせのかぎすぎには、パブリーズが必要かも。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。